はい、どうも、カミヤンゲームズカミヤンです。今回もアサシンクリードバルハラ続きやっていきたいと思います。さあ、再びノースウィッチに来ております。凱旋、オズワルドと対面。さあ、見えてきた。オズワルドと会話をしていきたいと思いますが、どうやら話している。話が終わるまで待ちましょう。こんなマヌケの羊飼いについてくデーンの選手、ブローダー、少しでもいると思うのか。そしてバルディス、エイボルが合流する。ブローダー、付き合ってられないな。心尽くしの贈り物なのに突き返すなんてただのバカよ。拒むのか。何代にもわたり一族の名を汚すことになるぞ。狼傷、口を出すんじゃない。受け取っておけ。問題が起きた。確かブローシアだったな。誰か連れてきたぞ。これは一体誰だ。ルエドのものか。ああ、外の壁を嗅ぎ回ってた。部隊がたやすく忍び込める抜け道を探してたよ。一人いたならまだいるはずよ。石膏といったところかな。そいつを生かしておけば引き出せたのに。用を足してたらいきなり襲ってきた。俺は俺の剣の方が大事だ。こいつどこにいた。ノースウィッチの壁のすぐ外だ。川の近く。略奪のために侵入しやすい場所を探してるな。他のものを見つけて話を聞こう。見て回ってくる。全員ここに隠れてろ。怪しい奴がいたら捕まえて連れてこよう。さあ、ルエドの石膏を探して、壁の外にある船のあたりにいる。ここまで連れてきた方が良さそうだね。さあ、探していきましょうか。いろんなところにいるらしいけど。ノースビッチの城壁周辺にある小舟の近くで目撃された。さあ、どこかな。さあ、近いですね。おっと、やばい、若干迷子になっている。さあ、この辺りはどうでしょうか。お、石膏らしき人を発見いたしました。ゆっくり近づいて気絶させた方がいいんだよね。ステルス攻撃。えい。待て、待てよ。何をしている。縛りつける。俺はただの豚飼いだ。豚飼いにしては大した装備だな。ジタバタするな、我が友が。さあ、ちょっとコマンドをミスってしまったが、これでいいでしょう。さあ、担ぎ。俺は牛を飼っているだけだ。なんか言ってるけど気にせずに運びましょう。さっきは豚飼ってると言わなかったか。不思議ではないだろう。たくさんの家畜がいるんだ。そんな信用ならない話があるか、嘘つきめ。さあ、来た道を戻っていく。こいつなかなか重いぞ。足取りも重たい。
さあマークが出ている。こっちから行けるかな。お、行けそうですね。さあ合流。こいつは船の上で見つけた。他にあれ、フィニルもいたような。ルエドに送り込まれたか。死にたくなければ素直に話すことだ。腰抜けの豚め。おっと、唾をかけられた。そんなことをしても無駄だ。やり返さないオズワルド。俺ならそいつを殺してる。これ以上ふざけた真似を許すな。もう一度聞く。なぜノースウィッチの壁の周りをうろついていた。領主様にご挨拶に来たのさ。オズワルドっていうこの国一の意気地なしのサクソン野郎だ。好きなだけいたぶってやろう、クズめ。何をしに来たのか言え。俺のケツを舐めやがれ。ではこの舌で舐めてやろう。どうだ、しっかり感じられたか。ダンウィッチのかがり火を見たら、ルエドと戦士たちが押し寄せる。ノースウィッチの壁の一番脆い場所から攻め込む手はずになってるんだ。さあこの石膏が重要な情報を喋っている。おっと、バカにされちゃっていますね。ルエドが寂しがってたぞ、バルディス。あいつはすぐに会いに来る。もう十分だ、死んでもらう。さあ始末をいたしました。殺す必要はなかったろ。皆の前でお前を侮辱した。本来お前がすべきことだ。私の王国で無意味な殺しは許さない。こんなことはもうやめよう。生かしておくのは危険だった。バルディス、この男と知り合いだったのか。ルエドは私の夫だった。夫？結婚を？昔よ、別れてから5年経ってる。まさかこの地で再会することになるなんて少しも願ってなかったわ。イーストアングリアの繁栄は我々の団結にかかっている。ルエドの戦士団がいる限り危険は去らない。一対一でルエドと話す。この国に彼らの居場所はない。その事実を知るべきだ。やれやれ、明日からまた王様探しだ。あんたに会えてよかったよ。オズワルド、やつはお前ごときが叶う相手じゃない。やめておくんだな。襲ってくる敵に立ち向かわずして王を名乗れるはずがない。ダンウィッチのかがり火を焚き、そこで彼を待つ。本当にそれでいいのか。表でルエドと会うなんて正気の沙汰じゃない。他に道はないんだ。逃げずに堂々と正面から行く。行きましょう、オズワルド。ダンウィッチまで一緒に。もちろん来いよ。この後に及んで来ないなんてありえない。臆病者のそしりを受けることになるんだからな。いつでもダンウィッチへ向かっていいぞ。ああ、必ず行くさ。勝手に決めるな、フィニル。イーストアングリアをルエドに奪われるようなことになったら、ハルフダンは俺たちをどうすると思う？はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。